麻酔薬数千産紀伊国平山和歌山県紀の川市野井市花岡清州によって1804年世界で初めての全身麻酔による手術に成功しました。それまで乳がんは不治の病とされ、麻酔の概念もなかった当時の医学では救うことはできませんでした。この成功は治験に協力した妻の副作用による失明を乗り越え完成させたのです。このおかげで全国の150名を超える患者を救うことができました。その後、医塾、聖林館を開き、後継者の育成にも力を入れたのです。ここに日本人の先見性を見ることができます。